車ありがとうございました。中央線、山手線。17歳、3月、私は東京に来た。負けたくないから、間違ってないから。バンドってさ、言いたいことがたまりにたまってるやつが集まってやるものだと思うんだよね。練習行くぞ。はい。楽しいんだよ。自分だけじゃできないものを自分以外の人と生み出すっていうのは。どの口が言う。夢があってこっちへ来たんじゃないんです。言ったら、ニナの歌声が好きだって。バンド、プロ、なり方。バカじゃなければこんなところでそんなことしてません。何になりたいの？ニナちゃんはどんな音楽が好きなの？ここで歌えたら間違ってなかったって思えるよね、きっと。怒りも喜びも悲しさも全部ぶち込めるのがバンドのいいところ。最後にもう一度だけ聞いておきたいだけだから、ニナの好きな歌で